ニュースしゃべり残し木曜バージョン、はい今日こんなニュースがありました。韓国外務省は昨日カリブ海の社会主義国、そういえばこのニュースの一つ前にですね、岸田総理大臣が3月20日に韓国を訪問し、ユン・ソンニョル大統領と会談する方向で検討していることが分かりました。3月20日というと、大谷翔平選手を擁するドジャーズがダルビッシュを擁するパドレスと、開幕戦を行う日であって、どうやら韓国としては韓国大統領と岸田総理が韓国の球場にパドレス対ドジャースの試合を2人並んで見に行くという演出をどうもしたいみたいですね。やっぱりメジャーリーグの開幕戦を韓国でやるということは、韓国にとってはおそらく、世界にアメリカ、日本に対するアピールポイントとしては、そういう場として使いたい。そこに韓国大統領が日本の首相を招いて、韓国で行われるメジャーリーグの開幕戦でダルビッシュが投げて大谷翔平が打つ可能性がそこそこ高いので。そういうシーンを韓国という場所で岸田さんに見せるという演出をしたいんだろうと思います。まあそれに使われる岸田さんってどうなのよっていう話はありますけども、まあこれはね、そんなにイチャモンつけるような話でもないのかなと思いますから、もうこのぐらいにしときますが、なんで3月20日に韓国訪問でこの日に韓国大統領と会談なんだというと、韓国側の意図としてはその日に行われるメジャーリーグの開幕戦を韓国大統領と、日本の首相が並んで韓国で行われる試合を見るという演出をどうやらしたいようだと、その辺りにどうも岸田さんが使われている感がありますよね。さて、その韓国外務省は昨日、カリブ海の社会主義国キューバと外交関係を樹立したと発表しました。韓国は1959年のキューバ革命以降交流が断絶、キューバは1960年に北朝鮮と国交を結びました。韓国は北朝鮮側の妨害を避けるため交渉を水面下で行ってきました、北朝鮮としてはかなり腹を立ててるんじゃないのかっていう文脈なんですが、キューバですか。日本人には非常に人気です。なんで人気かというとですね、やっぱり日本ではキューバ、カストロ、チェゲバラみたいなものにシンパシーを持つ左派系の人が非常に多いということと、それから思想は関係なくてもキューバって時間が止まったようなところで、共産革命前に輸出された、アメリカから輸出された、たくさんのアメリカでいうところのヴィンテージカーかな、クラシックカーっていうほど古くはないんだけど、ヴィンテージカーなんかアメ車が一番世界で輝いてた時代の、そういうでっかいアメ車が、キューバは貧しくて、新しい車への更新ができなかったというだけの話ですが、そのヴィンテージカーみたいなやつが街中普通にピンクのウィングバーンとつけたような車ですね、ああいうのが走ってるんで、そういうのでノスタルジーもあって、キューバに車見に行くっていうようなね、なんとなく社会主義で取り残されたがゆえになんだけれども、ちょっとそこだけタイムマシンに乗ったような異次元の空間があるというのは事実なんで、それを求めてキューバに行く日本人は結構多いんだけど、ちょっと注意が必要です。何が注意が必要かというと、アメリカに今入国するのに普通の人はエスタっていうので、パソコン上の処理をしてアメリカ入国しますが、このエスターというのの申告の時にですね、キューバに行ったことがありますかみたいなことを必ず聞かれます。嘘ついた時どの程度バレるかは分かりません。これ何とも言えないです。だけどバレたら、嘘ついたのがバレたら、下手すりゃ二度とアメリカ入れてくれないっていうぐらいの措置は腹くくらないといけないっていうぐらい、そのあたりね、入国に関しては非常に厳しい国なんですよ、アメリカ合衆国というところは。それで、キューバの渡航歴があると、昔の渡航歴はいいらしいですが、ここ数年ですね、ここ数年制度が変わって、それ以降のキューバに渡航歴があるとエスタでは入国できません。で特別な観光ビザ、アメリカ普通入国する時エスタ持ってるとビザいらないんだけれども、ビザ取らないと入れてくれなくなりますから、だからエスタでアメリカ出入国をしてる人がキューバまで行くんだからちょっとアメリカ経由で行こうかみたいなことになって、アメリカからキューバに行くことはできますけど、キューバからアメリカに帰ってきて日本に戻るということができません。キューバとアメリカはオバマ政権の時に60年ぶり、1960年からだから、50年ぶりか、オバマ政権下ですから50年ぶりに国交回復したというんで結構大きなニュースになりました。1960年代初頭にですね、キューバ危機っていうのがありましてね、ケネディ大統領が、ケネディが大統領の時ですが、要するにキューバが共産革命で社会主義化してですね、ソ連がそこにミサイル基地を作ると、でそのミサイル基地は許さないということで、いわば地理的にアメリカの喉元に刃を突きつけられるような位置関係ですから、そこにソ連がミサイル基地を作るのは許さないということで、アメリカはソ連相手に戦争も辞さず、もしかするとソ連は核兵器使うんじゃねえかみたいな、人類史上最も第二次大戦で広島長崎に核爆弾が落とされた後、核兵器が使われるリスクが最も高まったタイミングと言われています。その1960年代の初頭のキューバ危機の時に、アメリカに追随する多くの国はキューバとの関係を切ったんですけども、日本は意外と今の日本なら多分間違いなく追随してキューバと国交を切ったと思いますが、日本は切らなかったんですね。だから日本は実は、今回キューバと韓国が国交を回復したっていうんで、大きなニュースになってますけど、日本は実は国交を切ってないんですよ。だからずっと国交をキューバとは持ち続けてるんで、さっき言ったように日本人にとってはキューバって重要な観光拠点、観光地だったりするわけですが、ただ今の日本の政府ならアメリカが関係を断つ、日本だけ別外交ってわけにいかないだろうな。そういう意味じゃ60年代アメリカがキューバと関係を切ったタイミングで日本は、韓国は関係切ってますから、日本が切らなかったということに関して言うと、ちょっと歴史を遡って、考えるべきは考えた方がいいんじゃないのと思いますが、何が言いたいかというと、日本はキューバと関係を持ち続けていたけれども、韓国は一旦そのキューバの共産革命の時に、アメリカと並んで、キューバとの関係を切ったけれども、キューバとアメリカはオバマ政権の時だから、今から10年近く前かな、10年、関係を取り戻したけれども、韓国はまだその、北朝鮮という面倒くさい問題がありますから、というのが北朝鮮とキューバっていうのは本当に友好国ですから、北朝鮮とキューバが友好国なのに、北朝鮮と国交を持たない韓国が、キューバとの関係を取り戻すということになると、北朝鮮がただじゃお金底の野郎っていう、そういう雰囲気の中で、韓国がキューバとの関係を改善したというのは、確かに大きなニュースではあります。はい、さて、IAEA とインドの話は昨日か一昨日かしましたよね。イギリスのフィナンシャル・タイムズによると、ドイツのフォルクスワーゲンの新車数千台がアメリカの港で押収されたと。フォルクスワーゲン中だって、フォルクスワーゲンってね、やっぱり中国との関係が非常に深いんですよ今。ボルボなんかは確か中国企業の傘下で、さすがにフォルクスワーゲンは中国企業の傘下じゃないと思いますけれども、中国製の部品をいっぱい使ってて、どうやらアメリカが輸入を禁止してる。例の人権問題でね、新疆ウイグル自治区で、どうも新疆ウイグル自治区で何かの部品が使われてるということを、どうやらフォルクスワーゲンが自分で申告して、その結果ということらしいんだけれども、この辺やっぱり最近のアメリカと中国との関係を象徴してるような、さすがに新疆ウイグル自治区で作ってますっていうようなあからさまなものはもう鼻から入れないですけども。いや、部品の、素人が見ても分かんないぐらいのレベルの小さな部品が、どうもこれ新疆で使われてんじゃない、多分それ自己申告しなきゃ永久にバレなかったような話をフォルクスワーゲンが多分自分で申告したらしいっていう話なんですが、輸入を新車数千台をアメリカがフォルクスワーゲンの新車数千台をアメリカが港で押収、で理由は新疆ウイグル自治区で作られている部品が使われている可能性があるということで、へえっていう、そのぐらいやっぱり今中国とアメリカとの関係は悪化しているということと、世界の人権意識はそのぐらい高いと、まあ、そういう話でもあります。はい、そんなとこですかね。例の白タクの話なんか、私なんか今日オンエアでははっきり言いませんでしたけど、ブッキング.com でいわゆるその海外から来る人は、普通にタクシー使うと何万円かするけれども、ブッキング.com で予約をすると、成田から東京の中心まで1万円ちょっとで行くと、これ安いじゃんって言って予約してた。違法でした。これそれ使って東京に来るはずだった人たちは「ブッキング.com なのに」いやブッキング.com ってだってやっぱりブッキング.com どこの企業、オランダの企業、まあなんかそうなんですけども、まあ世界標準が日本では通用しないとっていうものの見方もあるよと、まあ、実はそれが言いたかったわけであります。はい、なんか、ね、昼ニュース見てると「白タク営業で中国人逮捕!」って言って「ああいうやつがいるな」って話なんですけど、いやどうもそういう話でもないんじゃないかと。ちょっとやっぱり日本はタクシー業界の意見が通り過ぎるというか。やっぱりタクシー業界からいっぱいパーティー券買ってもらってる政治家が物事を決めると、これなかなか世界標準にならないよねっていう、利用者の利便性ということで考えた時に、今のまんまやっぱり業界配慮みたいなものが優先する社会でいいのかという気は私は個人的にはしております。はい、以上です。てなことで、はい、今週末は私ね、ずっとこっちで東京で仕事なもんですから、今週末はこれ大阪に帰らないみたいなことを言うなと厳しく家で言われておりますから言いません。また来週。